はい、どうもこんにちは。ハーブコーディネーターのトミーです。今回もハーブを使ったアレンジドリンクを一つご紹介いたします。はい、今回はマンゴーリキュールをベースとしましたハイビスカストワイライトというですね、夜に飲んでいただく、まったりとした感じのですね、はい、酸味の効いたドリンクをご紹介したいと思います。はい、では行きましょう。材料からいきますけども、ハイビスカスを、使っていきます。これがハーブのメインですね。ティースプーン2杯分ご用意ください。それから熱湯が 100ml から 120ml ですね。はい、それからお酒を、使うんですけれども、マンゴーリキュール 40ml を使っていただきます。はい、これはまあ通販等で買っていただくのがやっぱり早いですかね。お店でご購入いただく場合はお店で、ご購入いただいても大丈夫です。はい、それから最近よく使っております 100% パイナップルジュース。はい、まあパイナップルジュースであればいいですね。これが 10ml ほど使います。あとは最後に氷を適量ですね。はい、こちらがまあ材料になります。結構シンプルな、材料ではありますね。はい、まあ、かなり酸味が効いたジュースというか、まあ、お酒なんですけれども、ビタミン C 豊富な感じのドリンクになりそうですね。で、作り方も至ってシンプルでして、ティーポットにまずハイビスカスを入れまして、つゆを注いでもらいます。それから3分から5分ほど置いたら耐熱グラスに入れて冷蔵庫で一旦冷やすということですね。はい、ハイビスカスティーを一旦作ります。で、別のグラスに、マンゴーリキュールを注いでもらいまして、その上からパイナップルジュースを注いでいきます。はい、それから静かに氷を入れて少しかき混ぜていただく感じですね。これでベースが出来上がりまして、最後に冷蔵庫から取り出したハイビスカスティーを、静かに 30ml ほど注いでいただければ完成ということでございます。はい、やはりマンゴーリキュールがベースとなりながらも、酸味がかなり効いた大人のですね、夜にまったりしていただくように飲んでいただきたいようなものですね。はい、ビタミン C かなりありますので、疲れた体を癒してくれるかと思います。ぜひ飲んでみてほしいと思いましてご紹介いたしました。では今回は以上でございます。ではまたお会いしましょう。さよなら。